日本東京都板橋区、大谷口北町大谷口北町は東京都板橋区の町名。町名の設定がない単独町名である。全域で住居表示が実施されている。郵便番号は173-0031。東京都板橋区の南部に位置し、町域の北西辺を石字井側が流れる。北東辺は国道で隠す。北は川を隔てて対岸に、 東山城、北東は弥生町、東は大谷工場町、南は一部で大谷口及び向原、西は小萌に隣接する。当該エリアは、上板橋村の商名であった大谷口の一部であり1871年11月14日に、浦和県から東京府に編入された。1932年時点では、板橋区大谷口町の一部であった。 1971年に大谷口町から分かれて、大谷口北町が成立、住居表示が実施された。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域に駅は存在しないが、以下の路線、駅が利用可能である。かつて生の湯、宮の下湯があったが、 いずれも現在では廃業しているため、東新町一丁目の富の湯、または大谷工場町の第二富士の湯のいずれかを利用する必要がある。ありがとうございます。